音切り草蘇生編5週目続きをやっていきます。前回はナミを探し回ってた時に上から斧が降ってきたんです。で、斧まで駆け下りて悲痛に叫んだんです。Oh no! はい、続きをやっていきます。斧を調べようとしたら庭の方から音がした。鎧だ。僕は裏庭へ走った。ナミは？ああ、ここにいたんだ。そこにナミがいた。ナミ、これナミか？ナオミじゃない？これ。僕は駆け寄った。ナミは僕を見た。目が笑っている。うわー、これはナオミだと思うよ。右手に何かを持っているな、と思った途端。うっ。ナイフは僕の腹に突き立てられた。ナミが笑った。これはおもちゃのナイフだと思います。ああ、僕は死ぬ。僕は、僕の愛する女の、刃を受けて死ぬ。いや、死なないから大丈夫です。主人公、ビビラン？ビビラン大丈夫だよ。そんなにビビランでも。ナミ。不思議と痛みはない。だからそうなんだよ。おもちゃなんだわ、これ。僕の腹からはドクドクと赤い血が。あれれ？流れない。ははははは。ナミはナイフを抜いた。絵の中から刃先が出てきた。いたずら玩具だった。鎧さんにもらったの。ああ、鎧さん。やばい。やっぱり鎧さんはこれ父ですね。鎧さんにもらったと言ったらもうこれはあれだね。西洋チャンバラやった後だな、多分。鎧さん？室井さんじゃなくて鎧さん？むちゃくちゃを言っている。とってもいい人よ。おもちゃの剣で、チャンバラしてたの。それで、ダンスに誘われて、くどかれたのか？バカね、焼きもち？このタイミングでよく焼きもち焼けるな、ビビラン。さすがビビラン数だわ。女のいい人なんてみんなそんなもんだ。僕は一遍に不愉快になった。だから言ってやった。鎧なんかはバケツと、バケツと同じだってどういう表現だよ。こんな女には罰が当たりゃいい。だから奴がそこで寝てるのか。マジで？寝てんの？お前、奴とお前そういうことしたんか。おい。だから奴が外で寝てるのか。こうなりゃ話ははちゃめちゃだ。ナミの後ろに鎧が寝ている。くそー、ストーリーが壊れる。もうね、結構前から壊れてる。ちょいちょい壊れてるんだわ、ストーリーは。僕は鎧に飛びついた。思い切ってその面を開けた。うわ、僕は息が止まりそうになった。ナミ？鎧の中にナミ？現れたのは気を失っているナミだった。ちょっとこれナミにした方がいい感じかな。いやいやいや、ちょっとこのまま行こう。ビビラン視点で行こう。どうなってんだ？見回したが、あたりには誰もいない。一体どういうことだろう？じゃあ目の前にさっきいたのはナオミだ。で、気を失ってこの中に入れられちゃったんだ、ナミは。多分。ナミ！僕は鎧を揺さぶった。中のナミはやっと目を覚ました。ビビランス、私、どうしたの？何も分かってないらしい。何これ？動けない。助けて。どうやって来たんだよ、こんなものを。足の部分から疲労して鎧を外してやった。苦労して鎧を外してやった。なんだか服を脱がしているようで変な気分だ。そんな時でも横島です、主人公。鎧。ナミは今更のように驚いている。ねえ、私、鎧なんか着て何してたの？何も覚えてないのか？ビビランスーがお風呂出てくるの待ってたら、すごくいい香りがしてきたの。そしたら急に眠くなって、あとは思い出せない。気がついたら鎧の中か。誰かがナミを操って僕を殺そうとしたのだ。殺そうとはしてないじゃん。だっておもちゃのナイフなんだからさ。無然として僕は言った。この鎧、俺にも似合うかな？これ1個目の選択じゃないでしょ、絶対。この屋敷には何か悪魔的な力がある。この鎧には何か仕掛けがあるんだ。とにかく誰かに狙われている。
まあ、鎧似合うかなって着てみる？じゃあ、うん、この鎧俺にも似合うかな。そんなことして遊んでる場合じゃないでしょ。怒られました。すぐ怒られました。僕らは玄関のところで妙なものを見つけた。壁紙が少しめくれている。そこに二人分の古い背比べの跡があった。あ、まあ背比べの跡、あー、これナミナオミの下りですね多分。でも毎回その背比べの跡がある位置が違うんだよね。二人はほとんど同じ背丈だ。その脇にナミナオミと刻まれている。私と同じ名前。ナミはショックを受けたようだった。ああ、偶然の一致だろう。ナミなんてそんなに珍しい名前じゃないよ。僕はなるべく明るく言った。違う。私、覚えがあるの。え？ちっちゃい時、私ここでもう一人の子と背比べをしたの。ナミ、何を言い出すんだよ。このお屋敷に来たことがあるのよ。だったら、これは偶然じゃない。私は何かの力で呼び寄せられた。私はきっとここで何かしなければいけないのよ。バカ、しっかりしろ。僕はナミの横面を引っ叩いた。そして男らしく、すぐ謝った。飴とムチすぎでしょ。すぐ引っ叩き返された。左の母も差し出せと言った。もうこれはでも謝った方がいいよね。謝ろう。うん。すぐ謝った。いや、ナミは僕を振り切って裏口脇の倉庫へ飛び込んだ。あー、ショック受けちゃった。ほら、暴力反対。いつ何時でもね、男子は女子に暴力を振るってはいけないのです。慌てて僕は追いかけた。ナミ、一人で行くな。中へ入るとナミは謎めいた大きな油絵を前にしてぼんやり立っている。それは奇怪な5人の晩餐会の絵だった。5人か。お父さん、お母さん、弟、ナミ、ナオミだな。の5人だな、多分これは。ミイラと美女2人と鎧とカイギョがテーブルを囲んでいる。わー、出た。前回と一緒のパターンかな。これはミイラがお父さんです。ミイラがお母さん、鎧がお父さん、カイギョが弟。で、美女2人はこれ、ナミとナオミ。わあ、すごい一家だわ。すごいユニークだわ、この家族構成。この絵、なんだか安らぎを感じる。え？ナミは何かに取り憑かれたようだ。そんな絵はもういい。もう行くぞ。僕は背筋が寒くなってきた。うん。でも、どうしたんだ？うん？ナミは泣き出しそうになっている。私、もう少し見ていたい。よせ、離れるんだ、ナミ。その油絵はなんだか危ない。ナミはまだ油絵に見入っている。油絵、ちょっと待って、何これ？油絵って言うの？古典にやられるぞ。あ、古典にやられるぞって言いたいのね。はいはいはい。その絵は色使いが良くない。もっと白を使いなさい。ちょっと絵について注意してみようか、じゃあ。もう油絵って意味わかんないからね。まあ、油絵にしとくか。油絵って言ってみよう。油絵。あ、危ないって言いたいのか、これ。そういうことね。油絵ってこと、危ないってことね。はい、わかりました。理解しました。僕はナミを引き離した。出口へ、もうダメだ。ダメだ。全然怖くない。怖くないっていうか、もうダメだ。笑っちゃうわ。出口へ向かおうとすると、家が揺れた。家に食われるぞ。急げ。あ、消えそう。雷鳴が轟くと電圧が落ちたのか、屋敷はほとんど暗がりのようになった。ふっと誰かが寄り添ってくる。しっとりとした素肌が僕の手に触れる。あ、これ弟さんじゃない？ナミではない。あ、ナミではないということはナオミか。ナミなら僕の右を歩いている。切ない吐息は僕の左耳にかかる。右側のナミが僕に言った。やっぱり私、どう考えても、このお屋敷には来たことがある気がする。そうかな。同時に左の女が腕を絡めてくる。だって、そうでなければこの記憶の説明がつかないもの。そうだね。左の女を確かめたい。だが怖くて見ることができない。偶然では片付けられないわ。
あの背比べにしたって、私たちがここへ迷い込んでしまったことにしたって。ああ、そんなこと。女の手が僕をまさぐる。あ、やめてください。ちょっと、それは、ちょっと、まだもうちょっと後にして、なんなら二人の時で、隣にちょっと、ジョノカーがいるので、ちょっとごめんなさい。裸だ。裸なんですか？ビビランス、誰と話してるの？ナミが、いぶかしげに言った。あ、話してませんたら。屋敷に明るさが戻った。左の女は消えていた。裸だったのに？あは、はははははは。今はただ笑っておくしかない。体の芯には奇妙な興奮だけが残る。そうだよな、興奮しちゃうよな。裸の女が隣にいるんだもん、いたんだもんな。そんで耳に息吹きかけられてたんでしょ。そこは仕方ないな。そこで僕は慌ててポケットへ手を突っ込んだ。急いで、生麦、生米、生卵と唱えた。ああ、ナミに知られなくてよかった。とりあえずポケットへ手を突っ込んどくか。ちょっとポケットで確かめよう。下の部分をちょっと一旦。僕は慌ててポケットへ手を突っ込んだ。空気が動いた。なんでポケットで突っ込んだら空気が動くんだよ。何？突然どこからかピアノが聞こえ始めた。何の音楽だ？これは。音は近かった。ねえ、誰が？し、ここだ。僕はピアノホールのドアを思いっきり引き上げた。室内は無人だった。ピアノが一人で？あ、自動演奏のピアノあるからね。ナミ、行くな。ナミは何かを踏んづけた。キャ、猫！なんで猫踏んじゃった猫猫踏んじゃったの、ごめんなさい、猫踏んじゃったんだよ、今、ナミ。なんてだよ、タイミングすごいな。大変ですね、ピアニストさんも。こう、コードを見ながらで。ごめんなさいね、ちょっとこっちもこっち猫踏んじゃってね。ごめんなさい、それは。お手数かけます。キャッ。波は小さく叫んだ。いや、それよりもさ、曲変わったこととかさ、いろいろなことにさ、突っ込めや。おい、主人公。どうした？引っかかれたのか？痛いの痛いの、飛んでけ。輸血なら俺の血を使え。いつ血出たんだよ。引っかかれたの？痛いの痛いの飛んでけってよく言ったよ、言ってもらったよね。痛いの痛いの飛んでけで行くか。痛いの痛いの飛んでけ。思い出したの？ああ、全然飛んでくことに関して何も言ってくれないし、猫踏んじゃったのピアノに関してももう全然スルー、全スルーしたこいつら。マジで。ナミは叫んだ。で、なんでこの音楽、やっぱりここで遊んだのよ私。ナミ、いい加減にしろ。お姉さんがいたわ、ナオミって名前。私、お姉さんとここで電話ごっこした。電話ごっこしたからあれか、警察ごっことか、警察とか、あの地方とか、あれで、あんなごっこ、ああいうごっこなの電話ごっこって。ナミ、私はここで生まれ育った。お母さんもいた。それから、あのミイラ。ナミは突然硬直した。あのミイラ、もしかしたら、あのミイラは、あれがお母さんなんだろう。だって、お前の家族構成知ってっぞ。ナミが叫んだ。ああ、私の弟、ミイラが弟？今回？弟？あ、違うか、弟もいたの。でも死んでしまった。それが魚でしょ？ナミ、ナミ。僕はナミを揺さぶった。自分でそんな記憶を作っちゃダメだ。ナミはたまたま自分と同じ名前を見つけて、そのショックでただ混乱しているだけなんだ。違う。ナミは体中で叫んだ。ここは私の家なのよ。ナミ、じゃあ聞くぞ。それじゃあ、今のお父さんお母さんはなんだ？僕は静かに諭した。君は奈良の生まれだ。姉さんなんかいない。生まれた時から奈良美人だったんで、波ってつけた。東京じゃないんだ、今回は。奈良美人で、奈良の名と美人の美を取って波。はあはあ。俺はその話を何度も聞かされてる。あっちの方が作り話だったのよ。波は泣いた。私はここで生まれた。直美って姉さんと、背比べした。電話ごっこやママごと遊びもした。
ここは私の家だったのよ。ナミは僕にしがみついてきた。ビビナンス、私を嫌いにならないで。バカ、嫌いになんかなるか。そして言った。それじゃあ家来になれ。だから1個目の選択肢でこれはないだろう。おい、魚雷を知ってるか。急に魚雷の話。世界中の地雷や機雷はどうする。どう、急にどうしたんだよ。それじゃあ家来になれ。家来になってもらうか。もう今回は言いなりになれ。俺の、それじゃあ家来になれ。父様、ああ、無視されたわ。もう完全無視されたんですけど。家来になる話どうしたの。ねえ、どうしたの。ねえねえねえ、お父さんもいたわ。ナミはちっとも聞いていない。当たり前だ、俺だって何度も会ってるじゃないか。違う、あのお父さんじゃない。ナミは叫んだ。この家でよ、私とお姉さんのナオミとお母さんと弟と。ナミはぎゅっと口をつぐんだ。弟は事故で死んだのよ。だからあの車椅子。弟は誰かに殺されたんだわ。どんどんおかしくなるばかりだ。お父さんはなんだか食べてばかりいた。そうよ、箸や茶碗やお皿まで食べた。おい、ナミしっかりするんだ。テーブルや椅子までお父さんは美味しそうに食べていたわ。とんでもないことになってしまった。ナミ、頭の中を空っぽにしろ。だったら来て、ビビランスに証拠を見せる。ナミは隅の柱を刺した。これ、昔のお父さんの食べ残しよ。おかしいでしょ、多分。ただね、シロアリとかにね、食われただけだと思うよ。その柱の一部はかじり取られていた。絶対シロアリでしょ、これ、ただ、多分。そこにははっきりとした歯型があった。多分ね、はっきりとした歯型に見えるように、シロアリたちが、せっせと食べたんだわ。バカ。僕は波を引っ叩いた。そして、ここは私の管理免じてと押さえつけたは前選んでる。で、もう一度力いっぱい引っ叩いた。叩き返されたらどうしようと思った。だから C と D はさ、繋がってんじゃん。叩き返されたらどうしようと思って、もう一度引っ叩いてんじゃん、これ。っていうことは、C にしたとしてももう一度引っ叩くんでしょ?っていうことは、もう一度力いっぱい引っ叩くか、最初から。もう引っ叩こう。もう一度力いっぱい引っ叩いた。ナミは子供のようにすすり泣いている。怖くない。ナミ、何も怖くないんだ。お前が一番怖いよ。二回も引っ叩いてきて、お前が一番今怖いわ。ナミにとって脅威だわ。ありがとう。ナミもありがとうって言ったから、そういう手の子かもしれない。引っ叩いたりとかするのも大丈夫系な女子かもしれない。少し休め。ずっとこうしていてやる。なんだか変。どこが?どんな風に?なんだか私、口のあたりが、変形してくる。なになに?第二形態来た、ナミの。違う。ビビランスに噛みつきたくなって。なんだ?そんなことか。なんて可愛い女なんだ。いや、ちビビラン、ちょっとね、よく取りすぎ。よく取りすぎだよ。もうここは始まるか?もう本当にやるか?ここで。僕はキスしたい表現なのかと思った。いや、絶対ちげえだろ、この流れだと。いいよ、好きなだけやってくれ。目を閉じて唇を突き出した。あいだ、激痛が来た。ナミが僕の首筋に歯を立てている。わー、吸血してます。あ、そうか、ナオミも確かコウモリでなんか吸血になってたよね、前回。っていうことはナミもそういうことだ。ナミ、嬉しいけど痛い。ナミははっと口を離した。あ、心から愕然としているようだ。ポカンと開けた口が震えている。どうして?私何をしたんだろう。ナミ、これ以上ぐずぐずできない。逃げ出そう。違う。ナミの叫びは悲痛だった。うちはモンスター一家なのよ。知ってる。そうなんだよね。私はその一人なのよ。なんてとんでもないことを言い出すんだ。屋敷の力だよ。そいつがナミにそう思わせてるだけだ。違う。私を一人にして。ナミは泣いて逃げ去った。これナミの方に行きたい気持ちはあるけどな。ちょっとビビラン視点で行きたいな、今回は。
よし、そのまま行こう。ナミ。ダメだ。僕は必死で後を追った。ナミのためならと僕は叫んだ。焼けた鉄板の上でも走ることができる。すげえな、それ。冷凍室の中でかき氷食ってみせる。それも結構なことだな。大雨の中で雷にだって打たれてる。死んじゃう、これは。3日2晩3食抜いたって平気だ。うん、これが一番簡単そう。これが一番簡単そうだから、焼けた鉄板の、一番簡単な細なやつでいこう。うん。3日2晩3食抜いたって平気だ。ミイラ騒ぎのあった部屋のドアが少し開き、中から光が漏れている。はい。僕はそっと近づいた。ドアは中から開いた。ナミか？それとも別の誰か？僕は固唾を飲んで見守った。ナミだった。本当かな？僕はほっとして声をかけた。ナミ、心配かけ。ああ、これはナミじゃないんじゃないか？突然ナミは何かを振りかざすと僕の頭めがけて振り下ろしてきた。うわっ！ギリギリのところで僕はかわした。ナミは勢い余ってたたらを踏んだ。ナミが手にしているのはレンチだった。何すんだよナミ。ナミは体勢を立て直すと引きつった目で物をも言わず、なおも僕の頭めがけてレンチを振ってくる。まるで鬼のような形相だ。ナミ、ナミやめろって。僕は頭上で手を掴んだ。くっ、思ったより力が強い。しばらく僕らは両手を上に上げたまま揉み合った。あ、ナミはレンチを投げつけてきた。うっ、まともに頭に当たった。うわー、当たっちゃったの結局。僕が頭を抱えてうずくまると、ナミは廊下を走り去っていった。いてててててて。痛むところを恐る恐る触ってみた。少し腫れているようだが、幸い血は出ていない。ああ、よかったね。タンコブ出てきた感じか。僕はレンチを拾い上げた。絵にガムテープが巻かれていて、そこにビビランスーと書かれている。ああ、これビビランが持ってきた工具箱の中のやつだ。これは俺のレンチだ。僕がいつも車の工具入れに入れているものだ。誰が一体？このレンチを持っているということは、僕の車に近づいたということだ。ブレーキの細工もその人間がした可能性が大きい。まさかナミが？いや、そんなことはありえない。ナミも事故の被害者だ。一緒に命を落としかけたのだ。ナミがそんなことをするはずがない。僕はナミのことを強く思った。僕はナミのことを切なく思った。僕はナミのことが死んでも好きだ。死んでも好きだだと死んじゃうかな。ナミのこと強く思った。強く思うか。うん。僕はナミのことを強く思った。とにかくナミを早く探さないと。僕は歩き出した。物音のする部屋がある。僕は思い切ってそのドアを開けた。ナミ。ナミは部屋の隅の書き物机の前に立ち、何か小さな手帳のようなものを読んでいた。僕が部屋に入ると、ナミはゆっくりとこちらを向いた。ビビランス。ナミ。ねえ、これ見て。ナミは読んでいた手帳を差し出した。思い詰めた表情だ。僕はさっきのことを聞くきっかけを失い、言われるがままにその手帳を受け取った。ああ、母子手帳ね。赤ちゃんの名前はナミとなっている。これも、ナミは母子手帳をもう一冊差し出した。こっちにはナオミと書かれている。生年月日は両方とも同じ年の同じ日付だ。双子？そうよ、私やっぱり。ナミは引きつった声でそれだけ言うと両手で顔を覆って部屋から飛び出していった。あまりの出来事に僕は、呆然としてしまった。今度こそ飛べなくてはと思いながら僕は追った。よく飛び出す女だなと思いながら僕は追った。いや、追いましょう。とりあえず B と C は追う系だよね。確かによく飛び出すよね。部屋からね。うん、これはその通りだな。まあ、よく飛び出す女だなと思いながら僕は追った。ナミ。僕はナミに追いついた。そしてすぐ追いつく男でもあるよね。ビビランの方が。
いや、来ないで。ナミは全身で泣き叫んだ。バカ。僕はナミの肩をつかんだ。俺はナミが好きだ。わからないのか。ビビランス。ナミは僕の胸へ飛び込んできた。僕は力いっぱい抱きしめた。ナミはいきなり、ああ、ちょ、ここぞとばかりに行くんじゃねえよ。おい、ナミ。痛いです。僕の肩に激痛が走った。ナミ。突き放すのが精一杯だ。ナミの口から今吸った僕の血が糸となって落ちた。どういうことだ、ナミ。私。ナミはおろおろと僕を見た。僕は急いで言った。血が欲しいんならバケツ一杯だってやる。だから俺を信じて俺に任せろ。いや。ナミは顔を覆って逃げた。いやー、ここでもザッピングってどうしようかな。いやー、ちょっと、ビビラン視点で行こう。待つんだ、ナミ。僕は追った。一体どういうことなのか。そんならバケツ2杯ならいいのか。血が足らないのならトマトジュースで水増ししてやろうと思った。血液型は合うのだろうかと思った。血液型、いや、水増ししよう。ちょっとこれ以上血、貧血になっちゃうからあんまり取られちゃうと。血が足らないのならトマトジュースで水増ししてやろうと思った。ナミは食堂にいた。ナミ、何か食べている。それは血の滴る生肉だった。違う、これはナミではない。あ、こっちはナオミか。僕は慌てて逃げようとした。あ、雷光が照らした廊下の奥を白い薄物を着た、まとったナオミと怪魚が行くのが見えた。え、っていうことはこれ食ってるのはナミってことか？あっちがナオミだ。では生肉を食べているこっちのナミが本物？振り向くとナミは赤い口で僕を見た。あら、ビビランス、食べない？美味しいわよ。ナミ？ナミはハッと我に返った。キャッ！私どうしてこんなことを？ナミ？どうして？あ、私。ナミは取り乱した。ナミ、落ち着け。そして僕は言った。怖くない。もう大丈夫だ。愛してる。俺を信じろ。安心しろ。俺が守る。とりあえず最高級の言葉で愛の言葉を囁きますか。愛してる。俺を信じろ。ホールまで来るとナミは立ち止まった。どうした？喉が渇くの。水か？違う。ナミは僕の首のあたりへ粘りつくような視線を走らせた。違うものが飲みたい。ああ、トマトジュースで水増しさせしようぜ。もう。僕はその時、ナミが腰につけている琵琶の実ほどの飾り物に気がついた。琵琶の実ほどの飾り物。ニンニクか？ニンニクつけてんのか？なんだそれ。え、それは生首のミニチュアだった。生首のミニチュア？趣味悪。ああ、これそこで拾ったの。お守りにしようと思って。よせ、悪趣味だ。僕はひったくった。こいつが魔力の元かもしれない。こんなものをつけてるから操られるんだ。僕はそのミニ生首って言いにくい。ミニ生首言いにくいな。力任せに床へ叩きつけた。あっさりと猫の餌にしてやった。ためらいなく暖炉へくべてやった。思い切り蹴飛ばしてやった。生首のミニチュアでしょ？いや、燃やしたいんだよな、こういうの。基本的には。燃やそう。ためらいなく暖炉へくべてやった。いや、何を言いがした。いや、ナミは一室に閉じこもってしまった。また、すぐ閉じこもるな。部屋に飛び出したり。ドアを開けると、いきなり物が飛んできた。来ないで。部屋の奥、薬品の並んだケースの影から、ナミは怯え切った目を向けている。ナミ。いや。誰なの？ナミ。僕は反響欄のナミを押さえ込んだ。話して。ガラスケースにナミを押さえつける白髪の老人が映った。誰だこいつ？助けてビビランス。腕の中のナミが僕に助けを求めた。
おい、何を言ってるんだ、ナミ。僕は愕然となった。まさかそんな、もしかしてビビランが白髪になってる？全身の力が抜けていく。気味悪い白髪の老人はガラスに映る僕だったのだ。ビビランス、助けて。ナミは逃げていった。一体どういうことなのだ。白髪、シワ、鋭い目と角張った顎。はっきりと老人の顔だ。これが俺？何が何だかわからない。おお、超展開だな。超展開すぎないか？なんでや？なんでだ？どうなっちゃったの？ビビランス、どこなの？階段の方から僕を探すナミの声が響いてくる。どうする？僕です、僕ですって。僕ですって。出て行こう。それが僕の責任だと考えた。今は出るべきではない。それがナミのためだと思った。これだって出てったとしてもさ、ナミ信じてくれなそうじゃない？ちょっと今回はこの辺にして、次回この選択のところからやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。